はいどうも皆さんおはようございます、こんちゃこまわりゅうです。さあ本日は芝刈りマシンナーズ無限列車編やっていこうと思います。ですね、芝刈りがまあ今回入ってるんですけども、まあ60枚デッキでね、芝を買って何を落としていくかと。はい、今回ですね、ルインフォースとカーネルを落として、全力上振れを狙っていきたいと思ってます。地属性機械属モンスターも結構墓地で発動する効果が多くて芝刈りと相性いいんですよ。で、前回は40枚デッキのね、マシンナーズご紹介したと思うんですが、あの時からね、結構コメント欄に多くて、その芝刈りしてくれと、芝刈りしてマシンナーズカーネルとリフォース落としてぶん殴ってくれっていう話がありましてですね、まあそれを作ってきました。無限列車編ってのは何なのかっていうと、まあ列車がまずそもそもね相性がいいんですよ。ランク10が立ちやすいので、グスタクスとかルインフォースがレベル10なんでランク10が結構立ちやすいっていうのと、あと、無限軌道が ね、まあ、ねめっちゃ強くてですね、これスクレイパーとか、ブルータルドーザーとかっていうのがレベル5で特殊ができるモンスターなんですよね。で、無限軌道の、こいつらがランク5につなげることが結構簡単 で、ランク5のこのリバーストームってやつが地属性機械族をサーチできるんですよ。テクナにが墓地をくれるんですよ。なので、まあ、カーネルを墓地を送ったりとか、あと展開するバレットライナーとか、デリックレーンとか持ってこれるんで、まあ、この辺の効果とマシンナーズが結構相性がいい。まずカーネルがそもそも自分の機械族地属性が破壊されるとなんか墓地から出てこれるっていうね効果があるんで、まあ、これと非常に相性がいいということで、本日はクソ上振れして、芝刈りした後にめっちゃ、墓地に地属性機械落としてカーネルとか、まあ、ジャガノートでぶん殴っていくっていうね史上最強の展開を、皆さんにお見舞いしていきたいと思いますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。芝刈り来ちゃう芝刈り来ちゃう。とりあえず一旦展開装置発動してから考えるか。とにかくね、芝刈りにうらら打たれたくないんですよね。展開装置発動、展開装置効果手札1枚捨てると、デッキからレベル10の機械属地属性モンスターを手札に加えることができる。これで弾丸特急バレットライナーを手札に加えていく。そして無限軌道ハーベスターを召喚、ハーベスターの効果発動。いやさすがにこれあと ないね。うららうららないんだったらこう芝刈るっていうわ。はい、じゃあ芝刈り打ちまーす。うわー、ドルル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 いっぱい落ちたぞ。いいぞ、フォートレス落ちてるな、いいな。カーネル持ちるいいぞ。ルインフォースはあ、ルインフォースはないか、ルインフォースはないが、まあまあでもまあ十分でしょ、こんだけ落ちたらさすがにまあ強い。トレンチャー落ちてるね。まあでとりあえずですね、いろいろできるんですが、効果発動は何があるんですか。ああなるほどね。じゃあまあ一旦ブルータルドーザー出しましょう。ブルータルドーザーは、フィールド上の無限軌道ハーベスターをリリースして特殊召喚できて、で特殊召喚の手札からすると、デッキから無限軌道を特殊召喚できるという効果。ああもうレベル5を超えるしかないのか。スクレイパーを特殊召喚、まあ、逆に言うと全部落ちてるっていうことですよね、まあ、強いですねこれね非常に。そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、無限軌道リバーストーム、リバーストームの効果とリバーストームの効果によって手札を1枚あでもじゃないオーバーレイユイトを1つ使い、デッキから機械族地属性モンスター1体を手札に加えることができる。これによって、重火器重機化列車デリックレーンを手札に加えていく。重火器列車重機化列車、ダガー特急バレットライナーを特殊召喚、そしてデリックレーンの効果と弾丸特急バレットライナーが特殊が成功したため自身を特殊召喚、そしてレベル10のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、あらあらのナンバーズ81超特急砲塔列車スペリオルドーラー。このねデリックレーン巻き込んだねスペリオルドーラーが、まあ、盤面に残ってるとかなり硬いですから、まあ、こいつでなんとかしていきましょう。そして、無限軌道リバーストームを一体でリンク召喚、現れよ無限軌道ゴライアス、そして、リバーストームの効果発動。リバーストームは、フィールド上のリンクモンスターをリリースして自身を特殊召喚できて、そしてゴライアスがフィールドから墓地を送られた場合にゴライアスは誰かの下に重なることができる。そしてこのモンスターがオーバーレイユニットになっている場合、オーバーレイユニットになっているモンスターは効果では破壊されない。そして無限軌道スクリーパーの効果を発動。このカードをゲームから除外し、墓地で存在するモンスターを
デッキに戻すことにより貪欲な壺を打つことができるぜ。これによって5枚のカードをデッキに戻し、これトラップ引きたいですね。まあリフォーメーションかトラップかどっちかがいいですね。リフォーメーションはちょっとマシンならずないとあれトラップが引けないけど、あー微妙微妙だな。とりあえずまあバレットライナーを持ち送ってこいつだけは出しておきましょうね。はい、できればねトラップがあるとねカーネルがフリーチェーンで出てこれるんで、まあ、強かったんですけど、まあ、スクリーパーはどうでもいいから、とりあえずこれセットして、まあこれでエンドかな。一応、まあ、カーネルが出てくる可能性はあるんで、まあなんとかなるでしょう。でバレットライナー効果によって、墓地で存在する機械族地毒性モンスターを回収できるぞ。まあハーベスターかな、ハーベスター回収が一番いいか。ハーベスター回収でもう一回次の初動にするパターンですね、これね。よし、さあかかってきやがれ。圧倒的最強ムーブ。まあ相手の妨害はない、ちなみに相手の妨害はない。まあ、デリックレインが一応妨害するぐらい。やっぱね、あ、水使い切っちゃったー。相手の動き完全受け切る感じなんですよね、列車って。なんかすげえ妨害しくっていうテーマじゃなくて、まあ、打点が高え、何の効果も受けないモンスターみたいなやつを出して、なんかその相手の展開を受け切るみたいな感じのテーマなんで、なんか割とそのコンセプトめっちゃ好きですね。なんか現代遊戯王でよくある、その、なんかひたすらとりあえずなんか妨害をめっちゃ用意して、で、なんか制圧するみたいな。そこまで制圧力ないですし、まあ、かといって、なんだろうな、突破されることはそんなにないというか、硬いから。スペリオドラがめっちゃ硬いですからね。スペリオドラのフリーチェーンの効果で、フィールド上のモンスターどれかを、1体立ちを取って、なんか他の効果を受けないっていう効果が起動できるし、スペリオドラは。で、スペリオドラがの素材になっているデリックレーンを剥ぐと、相手のカードを破壊するっていう一応妨害もあるんで。このね、まあ、スピリオルドーラが、まあ、かなり強い。先行で立てるとしたら、まあ、とりあえずちょっと、あいつがね、あのフィールドにいると効果が無効にされるかもしれないんで、一回スピリオルドーラを対象にとって、スピリオルドーラをまあ守っていきましょう。で、これでデリックレーンの効果が発動するんで、デリックレーンでグリフォンライダーを使わせることはできるね。さあ、グリフォンライダーが特殊召喚され、で、デリックレーンの効果が発動した、それはいいわ。でデリックレーンの効果発動し、デリックレーンの効果でフィールドのモンスターを対象に取り、そのモンスターを破壊するという効果で、グリフォンライダーを対象に取るが、グリフォンライダーは自身の効果で無効になってデッキに戻っていくという効果。いいだろう。まあ、ここまでは挨拶、ここまでが挨拶。さあ一体あのデッキは勇者何なんでしょうかね。まあ、純粋な勇者っていうことは変態じゃなければないと思うので、まあ、他の多分あのテーマに出張してると思うんですが、一体何勇者なのかっていったところ、はい、ドラコバックね。でドラコバックはフィールドのカードを1枚で対象に取って、そのカードをバウンスできるっていう効果。ドラコバックの効果を発動していく。あー、オッケーで緊急ダイヤはまあ戻すのは別にそんなにそこまで大丈夫ですね。モンスター戻しが一番辛かったですから、言うてリバーストームバウンスとかが一番なんかめんどくさかったんで、まあフュージョンデスティニー、なるほど、幻影勇者とかですかね。さあディバインとダッシュ。ちなみにフュージョンデスティニーから出てくるデストロフェニックスかなんですが、そんなに辛くなくて、このデッキ、まあ、まずそもそも、まあ、フォートレス破壊されるとなんか破壊するっていう効果があって、でさらにフォートレス破壊されると出てくるマシンナーズカーネルっていうね、地上最強のモンスターが相手のカードをぶっ破するっていう効果なんですけど、そのデストロフェニックスで破壊されたもそのカーネルは出てくるんですよ。だからなんかあんまりなんか辛くないんですよね、フュージョンデスティニーから出てくるこのデストロフェニックスが。まあ、毎回毎回出てくるっていうしつこさはめんどくさいですけども、言うてそこまで辛くないんですよ。でまあ、デストロイでなんか破壊するでしょ。まあでもフォートレス破壊されるな。でフォートレスが破壊されると墓地のね、このこいつが蘇ってくるわけですよ。でこの人打点が400下がってもちゃんと2600あるんで、うえうえって言ってたら破壊なくなったわ、うん、これが弱点まあこれが弱点まあでもスペリオルドーラが突破できないと思うんで、今この盤面では。でしかもフュージョンデスティニー使ってっからもうヒーローしか出てこないんで、なんとかなんじゃねえかな。まあ、言うてね、緊急ダイヤもありますしね。さあバトルフェイス入っていく。ただ4000守備4000は硬いから突破できないからね。はい、でカーネルはもうどっか行く。でもハカーナタイトきついな。次のターンのカーネルも出てこれないのきついな。でまあ私のターン、ドローフェイス入る。
いやまあまあでもどうにかなりますよ。全然どうにかなる。全然大丈夫。まあ、とりあえず一旦緊急ダイヤ打ってから考える必要もあるけどね。緊急ダイヤ打ってから考えるか。緊急ダイヤ打つ。で、ダイヤ改正によってデッキから、まあ一回カーネル出してきますか。一応ね。まあどうせ向こうなっていくけど、まあもう一体置いといたら、またこの次のターンからは出るからね。で、展開走者効果を、展開走者の効果によって、特殊召喚レベル10を特殊召喚できる。レベル10にして、レベル10モンスターが召喚特殊召喚されると、デッキから攻撃部1800以上の機械属持続性レベル4モンスターをレベル10にして特殊召喚できるっていう効果で、これでロックアンカー特殊召喚して、でロックアンカー特殊召喚成功時効果、まあ、これも効果無効なんないから、ただこれの効果を使うとダメージがゼロになっちゃうので、一応盤面を処理するっていう方向でいきましょう。はい。で、ハーベスター効果で、ハーベスター効果使って、デッキから、まあ、ブルータルドーザーを手札に加えていく。でですね、まず一旦レベル12体でオーバーレイしますか。まあ、グスタフマックスしたらデストロフェイク使ってくれるんじゃねえかな。2000バーンどう、2000バーンどうすか。あ、ちなみにゼロになるのは戦闘ダメージだけなんで、効果ダメージは受けるんですけど、神戦きたーやーす。はい、まあ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 、そのぐらい勘弁してさせていただきましょう。ほんでですね、まだ召喚権も使ってないですし、ブルータルドーザーも使ってないんで、まあいくらでも展開はできるんですけども、どっから行こうかな。まあ、手数が売りですからね、このデッキは。ブルータルドーザーの効果、よりもバトレインの方がいいかな。バトレインをリリースして、ブルータルドーザーを特殊召喚で、ブルータルドーザーの効果で、デッキから無限軌道を特殊召喚で、これでもう一回レベル52体並べて、展開していくスタイルでいきましょう。トレンチャー特殊で2体のモンスターでオーバーレイ、エクシーズ召喚のリバーストーム、ジャガーノートリーベンうわね、出したところで戦闘ダメージはちょっと与えられないんで、あんまり意味がないというか。でブル、リバーストーム特殊召喚で、リバーストームの効果発動、オーバーレイユニットを1個使うと、デッキからレベル、あ、レベルっていうか、地毒性の機械属モンスター1体を特殊じゃない、サーチできる。ここでまたもう一回ね、重機化列車を持ってきときゃいいといったところ。まあ、こいつはね、雑に特殊召喚できてレベル10なんでめっちゃ強いんですよね。で、フライングペガサスを攻撃表示でしょうか。フライングペガサスの効果を発動、フライングペガサスの効果によって、墓地から、機械属モンスター1体を特殊召喚できる。これによって重機化列車デリック・レインを特殊召喚していくぞ。さあ、デリック・レインが特殊召喚されて、フライングペガサスはフィールド上のモンスター1体のレベルをなんか誰かに合わせることができる。これによって、フライングペガサスの効果を発動。ちなみにフライングペガサスの効果を使うと、そのターンエクシーズモンスター、でしかなんかぶん殴れないみたいなね、そういった制約があるんですが、レベル10のモンスター2体でオーバーレイしてエクシーズ召喚、あらあらペリオルドーラー。これでまあデストロイフェネックス効果2体、意味がないやつになりましたからね。でこれでデリック・クレインを特殊化していく。あ、ちなみになんですけども、デリック・レーンとこのハーベスターが並んだ場合、あの、なんとね、あの、正規召喚できるね、アーゼウスがね、正規召喚できるんですよね、これ。実は、もうちょっと地属性機械しか出せない縛り、ついちゃってるから、ダメだけど、これ実は、あの、初手とかでね、なんだろう、ランク12できるんですよ。アーゼウス正規召喚っていうことができるんですけども。一旦これでぶん殴って全部処理しますか。グスタフマックスの効果あと2回使ったら勝ちなんだよ。まあ一応超ド級砲塔列車グスタフマックスの効果を使ってバレットライナー墓地送りながら、スペリオルドーラ自身を対象にとって効果を受けないようにして、でさらにチェーンにてスペリオルドーラの効果を発動して、デリックレーン切って、で、自身対象にとってこれで効果受けない。で、スピリオルドーラーはもう2体ともデストロフェニックス受けないんで、まあ、デストロフェニックスで破壊するとしたら、スピリオルドーラー以外のモンスターになりますね。はい。まあ、ただこのターン戦闘ダメージ受けないから、まあ、相手は知らないから、まあ、なんか、いろいろやってくるでしょう。さあ、どうする。なるほどね。デリック・レインはぶっ破していく。で、発動させる効果、カーネル効果チェーン1。で、デリック・レイン効果チェーン2。
デリックレーンで、勇者破壊すりゃいいんだな。勇者破壊して、デリック、あ、カーネル向こうか、これ。カーネル向こうだったわ。かからされてるもんな。ああ、まあ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 、はいはい。で、戦闘続けます。で、デストロイぶっ殺す。で、デストロイぶっ殺して、デストロイの方活動して、まあ、それは止められないから別にいいや。で、2500ぶん殴って、戦闘ダメージゼロだから意味がない。まあ、まあまあ、でも、盤面は取ったでしょ、さすがにこれ。で、ゴライアス出しに行った方がいいか。ゴライアス出す。これでもさ、これメガトンゲール説あるよね、結構。相手のデッキさ、これメガトンゲール突破できないんじゃね？これメガトンゲール説結構あるけどな、これ。ちょっと出したすぎるわ。やっていいか。いや、俺これ普通に出すの初めてかもしんない。マスターデュエルで。エクシーズモンスター3体の魂を埋葬し、現れろ！無限機動要塞！メガトンゲール！このモンスターは、エクシーズモンスター以外の効果を受けず、そして、戦闘では破壊されないぜ。クソ強いぜ。クソ強いぜ。一回ゴライアスを出していくか。ゴライアスを1体でリンク召喚して、で、一応リバーストームを出して効果破壊耐性付与しておくか。あ、こいつも出せるの強いんですね。とりあえずリバーストームの効果を起動し、リバーストームの効果はフィールドの、リンクモンスターを、リリースすると墓地から特殊召喚できる。そして、ゴライアスは、墓地へ送られた場合にエクシーズモンスターの下に重ねることができるぜ。こいつが素材になっていると効果では破壊されない。よし、これでデストロイフェニックス外では破壊されない。戦闘でしか無理。で、メガトンゲールはそもそもデストロイフェニックスでは破壊されない。なんて強いんだ。そしてマシンナーズフォートレスの効果を発動。マシンナーズフォートレスの効果によってロックアンカーとブルータルドーザーを墓地に送り、自身を特殊召喚。いけ、攻撃表示。マシンナーズフォートレス。よしよしよし。こいつはモンスターの効果の対象に取られた場合、トレンチャーは意味ないですね。トレンチャーは意味ないか。トレンチャー意味ないからあんま関係なくて、これ1回やば、時間あと60秒しかないじゃん。まあでもさすがに次のターンがカーネル出てくるし、まあ強いんじゃないですか。でバレットライナー効果使って、で次のターンの初動も確保できると。最強かこのデッキは。おい、最強じゃねえか。戻しとくか、スペリアルドーラ。フィールドドラ戻してもう一回出せるようにしとこう。まあ、次の初動聞いたところでランク10がグスタクマックスしかないから、ちょっとスペルドラもね、一応選択肢にしましょう。でデストロイフェニックス出てくる。でデストロイフェニックスで今破壊できるのは、マシンナーズフォートレスと、リバーストームのみで、愚かな埋葬を発動してるけど、なるほど、なかなかやるじゃねえか。また勇者するってか。多分ね、勇者ギミックでなんか突破できないんじゃない。もうドラコバックも行ってるから墓地だから多分バウンスできなくて、でアラメシアでは一応グリフォンライダーはね、飛んでくるかもしれませんが、でアラメシアの儀発動していく。いいだろう。でアラメシアの儀で勇者トークン出てくる。 OK。 で、あ、もうほらね、運命の旅じゃない、運命の旅じゃない。そして一体でリンク召喚、リンクスパイダー。なるほど、なるほど。あー、なるほど。これハリファイバーか、これグッドスタッフだね、俺。勇者グッドスタッフデッキか。やべえな。ハリアドンか、これ。やべえ。ハリアドンやばい。ちょっと待って、メガトンゲール突破できるっけ、ハリアドンって。いや、多分突破できないな。メガトンゲール突破できないんじゃないか。言うて、アクセスコロトーカーとかのムーブすれば、まあ一応、なんか上から叩くことはできるけど、ただメガトンゲールは戦闘では破壊されないため、硬すぎて、あまりにも硬すぎて、ラドンか、オッケー。ラドンってことは、まあ、アクセスは出てこない。ってことはだ、出てくるとしても、まあ、言うて多分サベージとか、なんかシェンシェンとか、なんか、そっち系ですよね。いや、ほんと、メガトンゲールマジ強くて、メガトンゲールの耐性クソ高いんで、これ多分そんな簡単に突破できないんじゃね。で、まあ、ここでバトルは全然いいですよ。ああ、全然いい、全然いいです。全然いい。いいだろ。で、除外されてるカードを戻すのやつですね。はいはいはい、オッケー。オッケー。で、ガーデンローズメディアなんか戻しておくみたいな感じね。はい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 。もう全然問題はない。問題はねえ。いいだろ。そして、マシンナーズガーデンの効果発動。フィールドの機械族地属性モンスターが破壊された場合、墓地から自身を特殊召喚できる。これに墓穴って言ったら殺すぞ、お前。
行けマシンナーズカーネル特殊召喚よーし高え打点いけるデストロイ効果使うの？え、使ってくれるのありがてえな。マシンナーズカーネルの効果発動。カーネルの効果によりカーネル自身を破壊し相手のフィールドのモンスターをすべてぶち殺していく。いえうわーあ、え、あ、間違えた。これあれがメガトーンゲール対象にとったらあれか4000以下破壊できるのか。これミスったな俺やべ。まあ、いっか。いや大丈夫だ。いや多分、ね、相手でもリソース全部使ってる。さすがに大丈夫。羽も大きい。あーもう今更それはどうでもいいですわ。それは結構どうでもよくて、どうでもいい。今メガトンゲールさ対象に取ったら全部破壊できるよね多分相手のエンド。なるほど。ちょなんかカーネルいつもカーネル自身対象取ってっからなんかいつもなんかあれしてっけどよ。あ芝刈り打てんなもう一回芝刈り打てんの強いな。デストロイフェニックスが出てきた。まあそれどうでもいい。でまたデッキ内の枚数が差が開いてるので隣の芝刈り打ってでめっちゃ落としていく。でうらら打ってもいいぞ。打たない。なるほどなるほど。とりあえずトレンチャー発動してトレンチャーを除外すると墓地に存在するハーベスターを特殊召喚できて、これあと何いるんだデッキ内に。とりあえずハーベスター出すけど何がいるんですか一体全体で。デストリーフェニックスが飛んできた。で効果発動してゾウジも打っていく。もうゾウジはどうでもいいや。もういやもう大丈夫大丈夫。もうこのターンに殺すから相手リソース切れてるの多分。さすがにあの人がなんでまた神戦か。はい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 。なるほど。で前破壊ってことは後ろに自信があるってことですね。後ろに自信があるっていうことですね。でハーベスター特殊してでマシンナーズカーネルの効果と無限起動ハーベスターの効果が発動して、はい、うわカーネルさん一生カーネル除外される。いやでもこれは俺のプレミがいけない。これはメガトンゲールを対象に取っといたら知らないと思うんですよね。グリフォンライダー、なるほど、グリフォンライダーオッケー。多分ねこれはさすがに俺のプレミですね。まあしょうがないね。ちょもうさすがになんかちょっと疲れてきた。なんか25分ぐらいやってたもうデュエル長すぎる。ちょっともう疲れたわ。もう終わりにしようぜ。攻撃拠地出してで、グリフォンライダーが特殊召喚されて壁になってくる。オッケーで墓穴でカーネル除外されてどっか行くでデッキからロックアンカー手札に加えてですねこれまだ縛りついてないですよね。これアーゼウス聖騎召喚じゃねデリック・レーンのレベルとあのを選択してレベル12を2体並べていくぜ。そしてレベル12のモンスター2体来るぞ。今現れよアゼス聖騎召喚初めてやったアゼス聖騎召喚うわ相手のグリフォンライダーを破壊していけ。メガトンゲールでダイレクトアタック。うわメガトンゲール最強、メガトンゲール最強、メガトンゲール最強。ルインフォース君ちょっとしすぎだね。やる気出しすぎだね。メガトンゲールじゃない、ルインフォース君ね、そんなに初手にはいらないんだよねまあさあの初手からポン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 出せるモンスターじゃないので一応芝刈り打ってルインフォース出すのがまあある程度あの動きとしては強いんですけども。さあセアミンの、効果を起動していく。やべえなこれ。やっぱパンクラドンかな。これパンクラドンとかいう最強効果でなんか展開してくる感じですかね。まあ、世界終わった可能性は結構高いけど、まあ、頑張るか。言うて展開力はそこそこあるんでね、なんかそのとりあえずなんか脳死でぶん殴ってなんかあのぶん殴ってから考えることができるんですよ一応列車って。まあ、そこが一応いいところなんですけど。スノール、やべえわけわからんモンスター展開されてんじゃん。召喚剣ジェムライトで召喚剣増やしてなんか謎のスノールが出てきて、で召喚剣が3回になるやつ。ゴーライテーザボルやばえ、こいつなんだっけ。シードルモンスター一体体重を取って破壊して、破壊したモンスターが光としちゃったらそのモンスターとのレベルまたはランクの数だっけ。えエクストラデッキから墓地送るモンスター、
やばい、エクストラデッキ破壊だ。いや、めんどくさ。マジかよ。エクストラデッキ破壊来た。急に。まあちょっと、まあメインギミック以外はでもそんなに困んないんで、一応なんか、列車とアーゼウスぐらいは残しといた方がいいですよね、これね。まあちょっと一回こうしますか。で、これで、まあでもそんなにエクストラにめちゃくちゃ頼ってるかって言われると、なんかすごい頼ってるほど頼ってもないから、なんとかあるんじゃないこれ。芝刈りとか引いてさ、なんかそのマシンナーズ・ルインフォースっていうのにいるから、まあフォートレスとカーネルとかもちょっくれれば、まあなんとか。まあトップ何引くかによるのにも。ザポ力出てきすぎだろ、やばえやばい。エクストラ全破壊された。いや、エクストラ全破壊されたんだけど。ちょ、待って。やばい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 。現世と冥界の逆転。え、お互いの墓地のカードがそれぞれ15枚以上の場合、2000ライフ払うと、お互いのプレイヤーはそれぞれ自分のデッキと墓地のカードを入れ替えて、その後デッキをシャッフルする。なんかデッキなくなったけど55枚。え、ちょっと待って、え、あ、そういうこと、エクストラデッキがデッキに戻るから結局デッキがゼロになるってこと。え、あ、